時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。私 JST バイオサイエンスデータベースセンターの高祖と申します。よろしくお願いします。今日は暑い中お集まりいただきありがとうございます。実際のですね、講習に入る前に私の方から今日の講習会の簡単な流れと、この講習会はですね、このデータベースを統合する活動の一環として行っていますので、そちらの方の背景と、これからどのようなことを行っていくのか、現状どのようなことを行っているのかということについて簡単にご説明したいと思います。今日の流れですけれども、受付で配布した資料にプログラムがお手元にあると思いますが、そちらをご覧いただいて、分かります通り2部構成になっています。で、前半の部分は、生命科学研究、一般の情報検索に使えるようなサービスのご紹介を中心にしていきます。はじめはまず、バイオサイエンスデータベースセンターの三橋さんより、3つのサービスについてご紹介します。この3つのサービスはですね、1つ目がデータベースを探すというような目的のサービスになっています。その次のサービスがデータベースを検索するということで、データベースの中と実際の文献をキーワードで一括して検索できるようなシステムのご紹介になります。そして最後に、そのデータベースを丸ごとダウンロードしてきてご自分のパソコンの中で使えるといったサービスもありますので、この3点について三橋さんからご紹介したいという流れになっています。で、続きまして、その後にライフサイエンス統合データベースセンターの山本さんが開発されているサービスの使い方についてご紹介します。山本さんは文献情報を自動的に抽出して、それらの情報を使ったサービスを作られています。例えばですね、皆さん、ご自分の研究の中の論文をいろいろお持ちだと思うんですけれども、そういった、論文の情報からいろいろなデータを、論文情報を自動的に抽出して、例えばその手持ちの論文について関連するような論文を推薦するといった機能についたシステムを開発されていますので、そういったものをご紹介するという流れになっています。で、後半は休憩を挟みまして、テーマが大規模配列データというテーマになっています。で、まず、後半は理化学研究所の伊藤さんから、理化学研究所で開発されました、手法ですね。これは、微量な RNA サンプルから遺伝子の発現を測定することができる手法で、ヘリスコープ掲示法というものになります。こちらについてお話しいただくことになっています。その後は、ライフサイエンス統合データベースセンターの大野さん、中里さん、内藤さんがそれぞれこちらのライフサイエンス統合データベースセンターで開発しています大規模配列データに関するサービスの使い方を実習を交えて紹介するという流れになっています。で、事前に、いただいたリクエストの中で、ぜひライフサイエンス統合データベースセンターのスタッフと話をしたり、意見交換をしたいという要望がありましたので、ぜひ休憩時間等を使ってスタッフに声をかけていただければと思います。その今後半の講師は今こちらにいませんが、休憩中の時間のところに降りてくると思いますので、ぜひ声をかけて、はい、話していただければと思っています。で、ちょっと事務的な連絡事項になりますが、今日の講習会はユーストリームを使ってネット上に同時中継しています。で講師の姿だけが映るような形になっていますが、あらかじめご了承ください。あと、こちらの今日の講義の様子は後日動画として配信する予定ですので、毎日後になってもう一度聞き直したいですとか、聞き漏らしたことがあるということであれば、こちらの動画も活用いただければと思っています。で、こちらの今日の講習会の特徴なんですけれども、バイオインフォマティクスの講習会ですので、一般的によく使われるデータベースやツールの使い方、データ解析方法を紹介するということがその一つ特徴になっていますが、もう一つの特徴として、データベースの統合化、もう少し簡単に言いますと、データベースをより使いやすくしていこうという取り組みを行っていまして、そちらを紹介してそういった活動を普及していくという特徴も兼ね備えているような講習会になっています。
ですから例えばデータベースの統合化において作ったサービスの使い方を各地の大学や研究所で紹介して皆さんに実際に使っていただいてその使ったサービスに対してコメントをいただいてまたサービスを改良していくというようなこともやっていますのでぜひユーザーの立場からいろいろな意見を挙げていただければと思っています。でこの講習会の他にもですね実際には私たちの方でシンポジウムをやったり学会や民間の展示会でブース出展も行ったりしてそういう実際の開発者とユーザーが、情報交換できるような場というものも設けています。それでは先ほどから、冒頭から出てきていますデータベースの統合化ということはそもそもどういった経緯で始まっていて今どういう状況にあるのかということを簡単にご紹介したいと思います。今から5年ほど前ですが、日本の中にあるデータベースですね、生命科学系のデータベースに関する調査報告がなされました。でその調査報告によって、10の課題が、生命科学系のデータベースにはあるということが報告されました。こちらに並んでいるのがその課題なんですけれども、例えばですね、この2番のようにデータベースの所在や利用方法の整理が課題であるというふうに、報告されました。これは例えばですね、その当時データベースは国内に250あると言われていたんですがその250のデータベースが実際に URL としてどこに存在しているのかが、まとまって整理されていないですとか実際にそのデータベースを使ったらどんなことができるようになるかという情報もまとめられていないのでなかなかその自分が欲しいと思ったような情報にたどり着けないというような問題があったのでこういった2番目のような課題が浮き彫りになりました。その他にもですね3番目のデータと文献情報の知識との連携が必要だということも課題として挙げられましたがこれは例えばデータベースの中を検索してエントリーとかレコードを取ってきたときにそれに関連するような文献情報もすぐ手元にあったらそのレコードやエントリーを解釈したり意味付けするそういったときに、そういったときに役立つ よりそのエントリーやレコードを解釈するのに容易になるのではないかということでこういったデータと文献の中に書かれている知識との連携を何かうまくできる方法はないかということで課題として挙げられました。そしてもう一つ、言いますと例えばこの7番ですね維持困難になったデータベースの受け入れというのも課題になりましたとして挙がっています。でこちらはどういうことかと言いますと例えば研究の成果の一環としてデータベースが作成されるということがよくあると思うんですがこのデータベースは1回作った後その後の維持するためのコストが、非常にかかるという側面があります。例えばこのデータベースはこれを維持していくためにはそのデータベースの中に入っているデータを格納するサーバーに保守の費用ですとか、簡単には電気代とか空調機そういう空調代というものが恒常的にかかってくると。そしてこのデータを更新して最新のものに常にしていくためのアップデートの人手のコストもかかるということで実際にはデータベースをその研究成果として作ったとしてもその予算が例えばプロジェクトが終わってしまって予算がなくなってしまうとそういったコストを賄うための費用が捻出できなくなってしまって実際にはデータベースを閉じなければいけないそういったような事例がありましたので維持困難になったデータベースをなんとか受け入れて恒常的に使えるような仕組みが必要ということでこういった7番のような課題が挙げられています。でこのような課題に対して実際にこういったスキームが描かれて、将来的には4章統合データベースというようなものを目指すデータベースの将来像が描かれています。皆さんご存知のようにその生命科学研究のは文部科学省、経済産業省、厚生労働省、農林水産省の、4つの省が出している予算によってそのほとんどが行われているというのが現状だと思います。
ですから、それらの予算によって、いろいろなデータベースが作られてきていましたので、各省の中で、今までその省が予算を投じて作ったデータベースについてまとめたり、使いやすくしたりすることを行いましょうということで、まず第一段階的にはそういった省の中での取り組みを行う。そして最終的にはその省の壁、4省の壁を越えて、それぞれのデータベースがなんとかうまく使いやすいようにできないかというような、こういうようなスキームが描かれました。でこのスキームにのっとって文部科学省の中では統合データベースプロジェクトというプロジェクトが2007年から今年の3月までずっと走っていたということです。でこの文部科学省の統合データベースプロジェクトでは先ほどの10の課題を解決しようということで、いろいろなサービスや取り組みを作っていました。例えば2番目の先ほどのデータベースの所在や利用法の整備という点に関しては、こちらのカタログサービスというものがそれに該当するんですけれども、このカタログサービスというのはデータベースの電話帳のようなもので、実際にその誰がどこにどんなデータベースを作っているのかというような情報を、約900ほどのデータベースが今入っていると思いますが、そういった情報をカタログとして提供しています。その他にも、こちらの3番についてはデータと文献の知識を連携させる一つの方法として、横断検索といいまして、キーワードを一つ入れるとそのキーワードに関係するようなキーワードでデータベースの中と文献を一気に検索するといったシステムも開発しました。そして最後の7番目は、維持困難になったデータベースの受け入れに関しては、データベースをアーカイブする、データベースを保存するといったようなサービスを提供して、これらの課題解決に取り組んできていました。で先ほどの、このこちらの図ですね、この 4省統合データベースを目指すというこのスキームを時間軸的に表したのがこちらの、ロードマップになります。だいたい今現在、私たちがいるのがこの辺りというふうに考えますと、統合データベースプロジェクトが2007年から2010年の3月まで実施されていました。でその間 JST の中でもですね、バイオインフォマティクスの研究を推進する事業としてBIRDという事業が在部前から走っていたんですが、こちらの事業と一体化して4省の統合データベースを目指すべく、 JST の中に新しくこの4月からバイオサイエンスデータベースセンターというセンターが設立されました。でこちらのバイオサイエンスデータベースセンターでは大きく4つのことを行っています。まず1つ目が戦略の立案ということで、例えばですね、データベースを統合化、使いやすくしていくといったときに、どういったガイドラインが必要なのかということでガイドラインを作ったりすることが1つの目的になっています。また2番目のポータルサイトの構築運用に関しては、先ほどの図にもありましたように、こちらの統合データベースプロジェクトと JST のBIRD事業というものが一体化されていますので、そちらで開発されてきたサービスを、一部バイオサイエンスデータベースセンターの方で引き継いで、それの運用を行っているというのが2番になります。3番目と4番目に関してはファンディングですので、データベースを使いやすくするような研究ですとか研究課題についてファンディングを行っているというのが3番4番になります。具体的にファンディングの内容としては、まず1つ目の方はデータベースを統合化するということに向けて必要となる情報技術の開発を行うのがこの基盤技術開発プログラムになりまして、その研究課題を行っているのが担当しているのがこちらのライフサイエンス統合データベースセンターというふうになります。そして2番目の方のこの統合化推進プログラムは分野ごとにデータベースをまとめて使いやすくしていきましょうということで行われているプログラムでして、10件ほど採択されていまして、このように例えば人の脳疾患画像のデータベースを日本国内のものを全部取りまとめていったり、あとは微生物ゲノム、植物ゲノム、
タンパク質の構造、糖鎖といったような、まあ、そういった分野ごとのデータベースをまとめていくといった課題にを10件ほどファンディングしています。で具体的には、こちらのポータルサイト bioscience.dbc.jp に、今お話ししたようなバイオサイエンスデータベースセンターの詳細がありますので、もしお時間があれば訪れてみてください。で最後にバイオサイエンスデータベースセンターですが、英語名称がナショナルバイオサイエンスデータベースセンターということで、頭文字を取って通称 NBDC というふうに呼んでいます。でこの NBDC は大石先生がセンター長、高木先生が副センター長で、その下に企画運営室と研究員がいて、今16名でこのセンターの中でやっています。まだ4月から始まったばかりですので、まだ人も少ないですが、これからまた、はい、頑張っていきますのでよろしくお願いします。今日は NBDC のメンバーも、ね、数名来ていますので、DBCLS のスタッフと同様に NBDC に関して何か質問等あればぜひ声をかけていただければと思います。それでは私の方では以上になりますので、続いて三橋さんに、はい、聞きたいと思います。よろしくお願いします。